東京都千代田区東亜建設工業株式会社は日本の建設業者。日本のゼネコンでは中堅の規模を誇る。設立時の経緯もあり、海洋土木に強みを持つ。かつての浅野財閥の流れを組む企業の一つ。浅野財閥創始者、浅野総一労働者は2015年から2016年にかけ、羽田空港の滑走路に液状化防止工事を 実施したが、その際、地盤に注入した薬剤の量が不足していたのにも、かかわらず、適切に工事を完了したと、国土交通省に報告していたことが、2016年5月に判明した。また、その後の調査で、福岡空港や松山空港を含めて5つの、工事でも、同じ作業員が、複数の工事を担当し、同様の事例があることが判明している。 同年7月に公表された調査委員会報告書によれば、上記5件の思考不良、虚偽報告に加え、八代港の岸壁工事でも虚偽報告が行われていたことが明らかになった。さらに、同年10月には、千葉港と伏木戸山港の地盤改良工事でも思考不良があったことが発表された。本件により国土交通省から、 同年12月2日から12月26日までの25日間、公共工事について営業停止処分を受けた。ありがとうございます。